バランスボールなんです。スプリン何回できるか見てみます。ありがとうございます。ありがとうございます。なおチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルのなおです。自分ね、まあ、盾をやっているんですけども、で、盾の中でね、木刀や刀を持って素振りをするわけですよ。前、本当にもう2年以上前になると思うんですけども、素振り動画上げました。僕ね、最近思ったですね、僕バランスボールの上にもね、乗れるじゃないですか。それをね、組み合わせてみて、バランスボールの上で素振りができるかどうかっていうのね、めちゃめちゃ気になったわけですよ。なので、今回ですね、検証企画、まあ、これどこまでやれるかっていうやつなんですけども、バランスボールの上で素振り何回できるのかやってみます。イエーイ。そういうことなんですよ。やっぱりね、バランスボールの上で素振りをするっていうのはかなりね、難しいと思うわけですよ。でね、撮影場所はですね、あのバリアンテさん、あのサスケオールスターズの、ね、山本慎吾さんのバリアンテさんでね、撮影をしました。あらかじめね、もうその動画で撮っております。このね、オープニング終わったらもう、本編に行くという感じでございます。山本慎吾さんとは、それをちょっとやり取りして撮影許可が降りたということで、本当にありがとうございます。なので、今から早速バランスボールの上で素振り何回できるかどうかお見せしたいと思います。ではそれではね、早速ね、お見せしましょう。レッツゴー。はい、ではね、早速今ね、刀持ってるんですけど、今からね、バランスボールの上に乗って素振りができるかやってみたいと思います。まあ、シミュレーションでやったんですけども、まあ成功はしました。ただそれを何回連続できるかどうか分かりません。ではね、早速やっていきたいと思います。今回ね、オープニングでも言いましたけども、バリアンテで、ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ありがとうございます。山本さんにですね、僕がバランスボールの上に乗った状態で肩を渡している。あとはもし倒れた時も倒れてるから。お願いします。お願いします。はい。1が。1がね。なんかちょっと笑いにちょっと気がしちゃうね。まあまあまあ、普通に。あ、てかもう顔が見切れちゃってます。まあバランスボールに行ったら、まあ、こんな感じで、まあ、簡単にはいきます。問題は注目した状態で素振りができるかどうかやってみたいと思います。よし、行こう行こう行こう、頑張れ。よいしょよいしょ、正解。よし、はい、1、2、3、4、5、6。おくらいました。皆様いかがだったでしょうか。これね、普通の素振りでもね、きついけどね、これバランスボールの上で素振りマジきついからね。しかも中腰の状態マジきついよ。しかもこれバランスボールの上に普通に僕乗れてますけど、バランスボールの上に乗る自体こそめっちゃ難しいわけなんですよ。これ盾やってる人はね、ぜひね、これやってみてほしいな。これマジきついよ。まあ、その前にね、バランスボールね、上に乗れないと意味がないので、まずそっからやってみてください。もちろんね、中腰で100回やったんですけども、まあ筋肉です。そして12月3日もですね、バリアンテのトレーニング動画ね、出したいと思います。12月3日の動画もね、これマジエグいトレーニングだったよ。果たしてどんなトレーニングだったか皆様お楽しみに。ということで今回ですね、検証、まあこれチャレンジ企画なんですけど、バランスボールの上で素振り何回できるかどうかをやってみました。最後までご覧になっていきありがとうございます。以上のチャンネルのあとでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 これ買ってやってる人ぜひやってみてね。
ていうか、これまた来そうだな。素振り100回じゃ刀振る意味がないとか、なんか来そうで怖いな。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you.